私のブログの健康に関することはですねどちらかというと私がこう社会的な見方とか科学的な見方をするのですぐあのがあの治療と健康とかそういう科学的な問題それから厚生労働省とか医師会のとか薬品会社なんかの社会的な問題の方に行ってしまうんですが私講演なんかではどっちかというと割合とその講演に来た方の。 健康のことに的をを絞ってお話をするんですねですからあのちょっとこうこのブログにも社会性を少し抜いてですね、まあ、自分の健康っていう題をつけたんですが、えー、第1回は「血圧を決めるのはまあ誰か」とか言った方がいいんですけど普通はお医者さんが血圧が適当かどうかってやるんですけどもそうではないという話をさ,させていただきたいと思います。っえというとですね 消消防防士がかけ消防車が駆けつけつますねそうしますとみんなが注目するのは水が4階に行くかっていうことですよね水の流れが。でまあ大体圧力で簡単に言うとコンマ4キロぐらいあるとですね、えー、とあの水は4階ぐらいに上がるんですねもうちょっとコンマ5キロぐらいにするかもしれませんがだけどいずれにしてもみんなはその水の流れを見てるんであって、えー、と消防士がですね どのくらいの圧力に設定しているかなんてことはほとんど興味がないわけですねそれで消防士はその消防車の裏の方で,です、ね、一生懸命バルブとかポンプとかを作用させてですねそしてちょうど4階に届いてちょうどいいぐらいの水流に水の量になるように調整するわけです。つまりですねこれと同じように何かを流そうという時はです、ね、水を流そうとかそういう時は水がどのくらい流れているかっていうのは非常に我々にとって重要なんですね。 それで圧力をどうするかっていうのはそれは消防士の役目であって我々の火事を見てる方じゃないんですよね火事の人とか。これと同じように血の流れもですね血を流すために圧力血圧があるわけですね。で人間はだいたい1メートル5 0から2メートルぐらいなんでだいたい1 5 0ル h g 水銀中で150ぐらいが必要なんですね。だいたいいた血圧は150ぐらいそうすると 足の先から頭のてっぺんまで血がいくと、まあ、こういうことですね、まあ、そのために、えー、心臓はすごい頑張ってるとで、まあ、今これ図は50歳としますね50歳の時に血圧が150だったとで年を取りますとあの血管の壁がですねだんだん硬くなってくるんですね、まあ、体全体が硬くなってきますよ <laughs> あの体も柔軟じゃなくなってくるしですねあらゆるところが老化して硬くなってきますでこれはまあしょうがないですね それで硬くなってくるんでその今までは血を送る時血圧が高くなると血管がぶっと膨れるもんですからねで血管が膨れるので、えー、その分だけ圧力が下がるわけですね、まあ、難しい言葉で言えば直管の血管の直径が大きくなるので血が流れやすくなり圧力が下がると、まあ、こういうふうになるわけですね。ところが年齢が経ってくるとだん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 血管壁が硬くなって えー、心臓がが圧力かけてもも血管が太ななくなる、えー、だから50から上ぐらいになりますとね血圧いうのは年齢プラス90だからまあ50歳の時は140ぐらい60になったら15070になったら160というふうに少しずつ血圧が上がってくるっていうのが本当なんですね。でまあ簡単に言えば心臓が偉いのか医者が偉いのかってことになるんですけども。 もし心臓の言う通りにすると心臓はですね体の隅々まで血液を流そうとするので、えー、血管がふあの膨張しなくなるとしょうがないから圧力を上げるんですねそれで140 150 160と上げていくわけです7、まあ、十歳ですと160私74歳ですから164と、まあ、こういうふうになるわけですねそうしますと、まあ、血の流れる量が一定とは言えない少しは下がるんですが、まあ、そういう細かいことは別にすると 血血圧を上げていけば血の量は一定に保つそうすると、えー、血は相変わらず若い時の50歳時代と同じくらい流れるので元気で老後を過ごすと、まあ、この赤い線をですね A 型としましょうか A 型でこれはまあ圧力が高いので少し危険なんですね。であるところで脳一血かなんかでバーッと死ぬと、えー、ピンピンコロリというタイプですねこれが。もう一つがあのお医者さんの方が偉いと結構 心臓は間違ってるので血圧一定にしようっていうのが緑の線ですね黄緑色っていいますかだんだん高圧剤を使ってですね「高圧剤人生」と書いてありますけどこれどん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 こう下がってきますね。で血の中には酸素栄養それから肺炎とかそういうのを防止する、えー、白血球とかリンパ球とかそういったものをそれからがんがですね一日にまあ数千体の中できるわけですねがんの元みたいのがそれをやっつけるのが。 がん、まあのエシンシとかいろんなものがあるんですけど免疫の系ですね、まあ、そういったものを体の隅々まで送るわけですねですから四つ言わなきゃいけないんですよ酸素を送って、えー、燃料という体の中でエネルギーを得るそれから栄養を送って生きていくそれから白血球を送ってばい菌を防ぐがんの抑制因子を送ってがんを抑制するこの四つが多くの役割なんですねだから 高圧剤をを使って血の流れる量を減りますとちょうど消防だった4階に今まで届いてた水がだんだん3階までしか届かないとか2階までしか届かないってなってきますから元気はなくなってきますね。だけども元気はなくなるけども、えー、少しは長寿になります。分かんないでですすけどどねこれっっちが長寿だか分かんんないんですよっていよてうのはこういう高圧剤人生で元気のない生活をしてるとやっぱりがんとかなりますからねがんとか肺炎とか。 インフルエンザとかこういうのになりますからもしかすると赤よりか短命かもしれませんが普通に考えますとずるずると長生きしてついにえ赤のぷんぷんころりの人から見ると五年ぐらいは長生きしてガンみたいなもので死ぬわけですね癌とか肺炎で死ぬわけですねだからまあ死に方としては脳一血で少し数年早く死ぬかそれともガンとかインフルエンザになって え少しな長く生きて死ぬかということなんですねどっちがいいかっていうのはこれですね、えー、お医者さんが決めることはできないんですよ今の医学では。だって医学学か哲学ですねだって赤い線で元気よく生きるのがいいかそれともだん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 疲れ果てて、えー、もう9時になったら眠たいとはいうふうになって、えー、みんなに迷惑かけて死ぬかということですからね。だからこれは人生観ですよ自分の人生観。 どっちがいいだけどこういった赤い線がどうしてこうなるか血圧が上がっていくかっていったら血管壁が柔らかく硬いわけですからこういう高,高血圧これを高血圧というならですね高血圧を治療する時にお医者さんがやるべきことは血管壁を柔らかくする方法なり薬なりを出さなきゃいけないんであって高圧剤を出すんじゃないわけですよね。 問題は血管壁が硬くなって、血管の壁が硬くなってくるから血圧が上がってくるわけです。それで危険になってくるわけですから、血管壁を柔らかくするのが治療っていうもんですよ。だけど、お医者さんは治療できませんね。だけど、今のまあ、私はこのブログでは、今度はもうお医者さんの悪口言わないんです。けれども、お医者さんは血管壁を柔らかくする。柔らかくする薬を持ってない。どころか？私がお医者さんに。 で血圧を測りますねそして私ですと164かなぐらいになるのが適当なんですよ赤い線ならところがもちろん今130とか150とかいう基準を置いてますからお医者さんがね変なこと言うんですよちょっと血圧が高いですねってこう言うわけですねそこで僕はお医者さんに聞くんですよ。えー、と私の適正なな血圧はいくくらなんででしょうかっ聞くわけですねつまり適正でありば病気ではないんですよね。 まあ最近はもう何でもかんでも高血圧症なんて病気みたいな名前つけますけれどもこれ症状だからまあ病気と言ってるわけじゃないんですがまあ高血圧症だから薬,薬が出るんですからまあ病気でしょうね。ところがお医者さんは私武田邦彦の適正なな血圧を測定すすることがでできないんですよ平均値とかですね平均値って150なんですねそれから年齢に関係ない平均値って150年齢に関係ない寄生値って130なんですよ。 これなんて決まったんですか？といやいや。まあわかんないからそれで決めたんです。ってわけですよ。じゃ、私の174というのはこれ。私にとっては適当なんですか？適当じゃないんですか？とお医者さんに聞くとそんなことわかりませんよ。だけど、薬を売るためにはま壊され出さなきゃいけませんからね。こうなるんですね。だからまずはですねえ。えっと正しい治療っていうのは、その人患者さん、本人の正しい血圧が分かって、血圧ゼロにしたらすぐ死にますからね。 何らか血圧は必要なんですよ血圧をが分かってそして治療は血管壁を柔らかくするのが治療なんですよだから今の高血圧なんとかってってるのは測定方法もない治療方法もないっていうことなんですねじゃあ赤い線と黄緑色の線元気で老後を過ごすか元気なく老後を過ごすかっていうことになるとこれはもうお医者さんが決めることではなくて自分が赤い人生でいくかピンピンコロリでいくか それでもだんだんんボケてきてき最後がんで死ぬかどっちを選ぶかっていう私たち自身の問題だということで今日は「自分の健康」ということでえ少しブログを話してみました。